まあ、第1組のこの木村彩香のチップインバーディーですね。そうですね、びっくりしましたね。びっくりしましたね。難しいんですよ、はい、とか言いながら、うん、まあ、第1組、そして1番の左のチップインバーディー、ちょっと目が覚めたような気もしましたが、うん、ほっとしたという表情の木村。そしてサイペインもこのロングパットを沈めてバーディーというスタートになりました。それから三ヶ島カラーの部分からだったんですね、この1番最終組の三ヶ島カラーが初優勝に向かって好スタートを切ったという1番でした。それから木村彩子ですけれど、2番のこのパー5でもこの長いパットね、そうです、1番2番と素晴らしいスタートを切りました。それからもう一人2番で植竹のプレーをご覧いただきましょう。左サイドからのチップイン、植竹のぞみ。さあそして堀琴音で3番グリーンの外から、うん、まあ、堀琴音もやっぱりあの昨日今日とね、そのパッティングですかね、やっぱり苦しんだのは。そうですね、うん、そして高橋さやかはこの6番長いパットを沈めて、うん、ガッツポーズを見せました。10番のシンジエのセカンドショットをご覧いただきましょう。これは技ありですよね、はい、素晴らしいスピン量、ショットでバーディーというシンジエ。それから10番小祝のチップイン、小祝もね、あのパーパットでは非常に粘り強い素晴らしいパットを見せていました。単独2位ですからね。そうですね、よく粘りましたよね。今日2つ伸ばしての7アンダーです。そして古江も13番、これは素晴らしいショット。そして16番は三ヶ島かな、優勝を大きく引き寄せるこのチップインバーディー。最後に右に転がってコロンとね、それも読んでました ね、 ね、はい、15番ボギーでとどめたんで、このバーディーで流れが来たということも言っていました。そして18番は吉田優利のこのロングパット、バーディーパットを沈めたというシーンもありました。